で内閣改造で一気に変えて、うん、これで鎮静させるんじゃないかなというふうに思ったんだけど、うんうんうん、はい、ちょっとあれも下がってますしね、そう、うん、だけど見るからに、うんうん、あのやり方が曖昧なので、うんうん、鎮静しないんじゃないかなっていう、むしろ、うん、心配になっちゃうのは、岸田さんは安倍さんの尻尾を次々と切っていかないと、うんうん、なんか持たなくなっていくような気がする。はい。それはね、うんうん、あの、印象なんだけど、うん、印象は、それはあの、岸田さんっていうのは、あの内部向けの調整型じゃないですか、うん、聞く力って言いながら、はい、だから彼が無理して刷新とか、うん、政策断行とか言うと、うん、全く似合わない、本当じゃないし、うん、なので、うん、特に今日はあの内閣改造のあり方を、うん、あの見ながらね、うん、なんかこれで大丈夫なのかなっていうことをちゃんと指摘してみようと思うんですよ。で、みんなあの、はい、あの、一番関心があったのは、うん、まあ、統一教会、旧統一教会問題で、うん、はい、まあ、臨時国会やらずに内閣改造をやったんで、どの程度やるのかなと思ったら、うんうん、7人辞めさせたのはいいんだけど、うん、すぐ5人が、新たに名前が浮上しちゃって。はい、うん、毎日新聞には6人って書いてある。うん、あ、5人っていうのは、うんうん、まあ、寺田実総務大臣、うんうん、加藤勝信厚生大臣、山際大志郎経済再生大臣、うん、西村明宏、うん、環境大臣、うん、岡田直樹地方創生大臣っていう5名なんだけど、他にも林芳正さんとか、うん、高市早苗さんもいろいろ取り沙汰になってるじゃないですか。す、まあ、あの雑誌なんかに出てると、うん、で会費を納めたりいろんな形があって、うん、でもっと問題なのは細田衆議院議長が週刊文春で、うん、選対本部長が実は関連団体の議長だったとかね、はい、そういうの出てるんですよ、うん、衆議院議長がだよ、うん、でこれじゃ収まりがつかないなっていうのが、うん、僕のまあ率直な感想ですね。もうちょっとすっきりしてきた方が、うん、あの なんかあれですよね。なんかこう新たにこう岸田さんは多分関係ないであろうと思われる人を入閣させたんだけど、うん、それでもなんかあの、あ、そう、ね、全部あ5人も6人もいたと、こうなってくるとあのこの問題根深いなと、あ、やっぱりねそういう意見、うん、たくさん出てますよね。ずっとだったんだっていう関係性がね。しかもその名称変更、あの、後からも前からも絡めて、うん、一番の俺思ったのは、まあ、運動員の人とか、秘書の人、うん、俺、ただで来るわけ、うん、みたいですね。そしたらもう選挙運動なんか大助かりじゃん。そう。で、そのお金がどこから出てるかが問題になってるわけでしょ。うん。だから、なんだろう、茂木幹事長が個人として、うん、あの、対処してもらうっていう言い方をしてるんだけど、多分国民が求めてるのは多分、うん、あの、党として、きっぱり切ってを切ってもらいたいっていうのが、そうですね、岸田さんに対する期待だったんじゃないかと。そうですね。個人っていうのは無理があるよね。うん、無理があるよ。だって多すぎるよ。だけど、言い切ったのにね。うん、今回さ、その、内閣改造でさ、新しいメンバーになった人ってさ、統一教会に、あの、献金してた人も。会費を納めてるってことは、会員だってことじゃまずいじゃん。それはどういうふうに責任と、もうしないっていうのでいいってこと。いや、だからやめるって。っていうことも表明もはっきりしないし、だからそこのところをしっかりしないまま国葬をやっても、うんうんうん、今国葬に対する世論調査も反対の方が上回り始めちゃってでしょ、うん、もうちょっと言えばあれだよね、閣僚に入閣するじゃない、うん、それでいろんなことわかるじゃない、うん、そしたらちょっともしだよ、閣僚をこれで辞退しますっていう話になったとするじゃない、うん、いやちょっと待てと、うん、関係性をずっと持ってて
国会議員でしょ、そう、国会議員が関係性を持ってたっていう事実があるわけでしょ、うん、これ入閣とか辞めるとか そんな話じゃないじゃん、そこは。そう、いやっていうか普通に考えたらさ、うん、そのやっぱりすごいその詐欺とか行ってた団体なわけでしょ、うん、そしたら党としてってさ、うん、党のトップって岸田さんなわけでしょ、うん、したら一回例えば議員辞職っていうのはそのやった範囲で違うと思うけど、党から出ろっていうふうに言うべきだよね。いやだから僕らだから根深いっていう、根深いだから、うん、その国葬が9月の末にやって、うん、で10月から臨時国会でしょ、はい、これもなんかみんなすっきりしないでしょ、うん、国会で議論をして、うん、でまあ旧統一教会についてもどうけりをつけるのかとかね、うんうんうん、か国葬の問題についてもどういうルールを決めてどういうルールでどういう法的根拠でやるのかとかね、これからは国葬はそうやってやりますと、うんうん、あと今話さなきゃいけないこといっぱいあるんじゃない、コロナのこと。いやコロナもちろんそうなんだけど、だからそういう意味では8月10日っていう日付が、うん、広島の問題で、うん、岸田さんは広島出身だから、うん、核兵器だって言いながら、うん、核兵器の禁止をね、うん、一生懸命やりたいって言いながら、うん、8月6日、8月9日って核兵器のことなんか考えてないで、組閣やってるわけでしょ、うん、はい。で、しかも核兵器禁止条例、うん、条約については、一言も触れない、うんうん。で、しかも8月9日、278人コロナで死んで、うん、それで、10日が251人で、うん、で、11日は206人。うん、でこの一週間だけ見ただけだよ、うん、1400人死んでんですよ、うん、1403人かな、うんうん、1403人って、うん、普通の総合、あの、台風でも、うん、水害でもないですよ、うん、一週間で1403人なんて、そういう大災害が起きてることを、うん、まあ、メディアがきちんと、まあ、コロナやんなきゃいけない程度の、うん、あの指摘は するようにはなったけど、うんうんうん、これどうすんのっていう国民の命の引き換えでね、うん、まあやり過ごして済むのかなっていう、うん、なんか行動制限やらないでもいいんだけど、うんうんうん、何にも検査もしなければ薬の配分もちゃんとやってない中で、うんうんうん、それでお盆で人が猛烈に移動して、うん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 、本当にこんなに200人以上毎日死んじゃったらどうすんだよこれっていう感じを僕は持つんだけど、冒頭でも今日はその話をさせていただいて、うん、あれでね、スタッフの一人は、まあ、10日間店に行っぱなしでって、ね、何の手立てもなかったって、このままお盆で行動制限なしでこうずっと行くのかなと、まあ、ウィズコロナに舵を切ったっていうのはわかるんだけど、だからといって何もしなくて、そう、たくさんの方が命を落とされて、ね、しかもこの岸田さんになってからっていうか、うん、2020年22年に入ってから、うん、1万5000人以上死んでんですよ、亡くなってんですよ、そんなに1万5000人以上亡くなってんですよ、うん、そのことに対する責任感が全くないんですよ、うん、僕ね、ちょっと違うんじゃ、うん、聞く力、誰に意見を聞いてるのかっていうのはね、僕は正面か、政策断行って言いながら、正面から議論を避けちゃう。で、丁寧な説明って言うんだけど、丁寧な説明っていうのは一方的なわけじゃないですか。議論をしないわけでしょ。で、それじゃあ説明するだけでいいのかって、じゃあ誰に向かってどういう説明をするのかが、ほとんど、曖昧で、で僕、この間、当面ごまかしができれば悪いけど、うん、本気で問題を取り組むつもりがなくて、状況が過ぎれば、なんだか、収まるのを待ってるだけ、うん、って言われても仕方がないんじゃないか。それ、例えば、物価の問題も日銀の、もう問題も、ほとんど手つけなかったじゃないですか。昔は、アベノミクスを見直すみたいなことを言ってたのが、うん、またこのまま行きましょうみたいになっちゃって、うん、ずるずる聞く力なんだけど、うん、このまま行って9月10月また物価の上昇がすごいでしょ、うん、それでまたアメリカの FOMC があって、多分年内に、うん、まあ
アトランタ連銀の理事ですけど、総裁ですけど、うんうん、アメリカの中央銀行の利上げは最終的に短期金利 4% になる。かたやゼロかマイナスですよ。4% あったらすごい差じゃないですか。はい、これ多分、円キャリートレードって言って、金利差を利用するようなお金の動きが一気に動く、加速しちゃう可能性がこれから、ないわけじゃないので、それどうするかとかいうのを考えてないといけないんでしょ、うん、だからそこも全くないし、うんうん、それからコロナの問題は今言ったように1403人死んで毎日連日200人を超えてる死者が出ていても何にもしない。もともと軽症キャンペーンをやったから空港検疫を緩和したり行動制限も何もやらないみたいなことだけをずーっとやり続けて、それでここへ来ちゃって、で、ワールドメーターズっていうジョン・ホップキンス大学の統計で見ると、うん、新規感染者数、ずっと連日日本が1位です。そうなんですよ。2位アメリカとかブラジルとかイタリアなんだけど、うんうんうん、で、死者の数もついに3位になってますよ、昨日は。そうなんです。3番目。270とかなったら、うんうん、もう本当そうなっちゃうの。2番目とかね、3番目になるのは当たり前で、うんうんうん、アメリカと競ってる状態ですね。だから。現場はもうね、うん、現場は、いや、もう、大変で、あれやこれやでもう、大変です。まあ、病院は、医療崩壊って、ベッドの数用意しても、家庭内感染が全然防げなくなっちゃったから、うん、家庭内に感染している医療従事者が大量にいて、うん、要するに人員が確保できないみたいな、うん、そうですね。でも、うん、要するに救急車がもうダメな状態で、東京でも家庭内で15人死んで、うん、家庭内自宅療養で容体が急変したのが2名でしょ、うん、この間で17名、うん、まあ、医療保険も何も適用されないまま死んじゃってるわけですよ、うん、でそれってすごい人権問題じゃないですか、はい、でこれを憲法の状態も保障してないわけですよ。で僕が思うのに、うん、みんな、まあ、景気が多少は良くなってくる面はあって、みんなもうカツカツだから、なんか規制をしたらね、商売がもう困っちゃうじゃないかっていう意見はよくわかるんだけど、うん、急がば回れっていうのの失敗でしょ、うん、なんかやらなきゃいけないことをやらないまま GoTo キャンペーンをやったりとかやると、あるいはやるべきことをしっかりやらない、ワクチンも3回目打たないうちにオリンピックボーッと入っちゃって、それで死者が大量出るでしょ。今もそうじゃないですか、うん、やっぱり急がば回れで、やるべきことをやって安心してる状態で、それで行動制限を緩めていくんならわかるけど、うん、何にもやんないで検査もほとんど要するに全数調査をやめるとかいうのが提言になっちゃってるわけだから、うん、それじゃダメでしょっていう、検査をしっかりできるような体制を整えるとか、もうオンライン診療でいいから、その薬はね、飲み合わせもあるから、そういうんでコロナの治療薬をどんどんね、バイク便でも何でもこうやってばらまいていくとかね、なんか対応対処をして抑えていこうっていう意思がないと、これは本当に日銀じゃないですけど、同じで何にもしないで、ただ事態を収まるだけ待ってると、これはもう世界の中の一番目の感染状態になっちゃってる、この無策なぶり、無策ぶりっていうのをちゃんと反省しないと僕はいけないと思う。まあ、あの、うがった見方ですけども、まあ、こう、もう少し経てば、コロナが沈静化していくんじゃないのかなっていう甘い見通しを立ててるんですけども、うん、まあ、でもこのお盆があるから、うん、そうは簡単には いかない。なんかね、10月にオミクロン用のワクチン打つとか言うんだけど、うんうん、オミクロンじゃない株が出たらどうすんだよとか思うじゃないですか。うんうんうん、なんかね、きちん、泥縄でなんかをやってるふりだけしていくっていうのはダメだと思うんですよ。だから、僕はやっぱり今岸田さんに期待したいのは、安倍政権の尻尾をとにかく次々と切っていって、うん、とにかくそれしないとだんだん下り坂になってきますよと、うんうんうん。だから自民党にそれができるのかどうかっていうことを、
国民が試してるんだっていう気分でいないといけないと思うんだよね、うん、なんか軌道修正したり襟を正すチャンスなのにね、うんうん、そうだから自分のカラーを出すチャンスなのに、うんうんうん、なんで内部の調整ばっかりやってるのか僕にはよくわからないですね、うんうん、はい、これでね、内閣改造してあれだよね、もしかしたらこう皆さんのね、自民党に対するあの見方が変わるんじゃないかなと思ってやったんだけど、そんなに変わらなかったと。変わらなかったと思います、ね。本当は、こう、青木さんが言ったんだけど、9月頃やるのを前倒しして、あげようとしたんだけど、そうもいかなかったっていう話を。でも、それ、ちょっとでもやってたら、岸田さん、国民全員味方だったよね。そうだよね。応援して。だから本当に大失敗だと思う。時間になっちゃった。はい、ありがとうございました。教会現在の世界平和統一家庭連合と政治家の関係に注目が集まっています。岸田政権の改造前の内閣では閣僚のうち7人が関係があったことが判明。自民党の前議員に統一教会との関係について各自点検見直しが通達された上で10日に内閣改造が行われましたが、その新内閣でも早速7人が旧統一教会と関わっていたことが明らかになりました。今週火曜日のセッションでもこの旧統一教会と政治について取り上げ、旧統一教会関連の政治団体国際勝共連合が1968年に発足して以降政治と関わりを持つようになったことなどを取り上げましたが、なぜ今に至るまでその関係を断つことができないのか。旧統一教会の実態を長年取材してきた前参議院議員でジャーナリストの有田芳生さんに伺います。では本日のゲストをご紹介しましょう。リモートでご出演いただきます。立憲民主党の元参議院議員でジャーナリストとして長年旧統一教会の実態を追い続けている有田芳生さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本来ならスタジオに伺いたかったんですが、はい、残念です。はい、今の海外に出張中なんですか？いえ、海外から戻ってきて今福岡にさっき来ました。そうなんですね。はい、また機会があれば、はい、あのスタジオでも議論させてください。はい、ぜひ。さて、あの、以前から旧統一教会の問題、有田さん取材続けてこられましたが、あの、安倍元総理の銃撃事件きっかけに注目が再び集まっています。この現状、はい、改めて有田さんはどう見てますか？あの、安倍元総理の銃撃事件というのは、まあ、国際的にも国内的にも当然、あの、大きな衝撃を与えたんですけれども、はい、その、犯人、容疑者の動機の中で、いきなりあの統一教会の問題というのが浮上してきて、うん、まあ、じゃあそこに一体国会議員たち地方議員たちはどのように関わっているのかということで、あの問題を掘り下げていくと長年あの深い関係にあったということが明らかになってきて、まあ、それがあの閣僚の中にも多く存在してきたというのが今の問題点だと思うんです。うん、だからそれにどうするのかということは今問われてきましたよね。あのね、さっきあの岸田総理の声が出ておりましたけれども、はい、社会的に問題を指摘される団体との関係という表現ですよね。で、他の方々もどういう関係があったか、集会に出たとかお金をもらったとか、まあ、そういうことを言ってるんだけども、じゃあ一体何が問題なのか、うん、そのこと誰も岸田総理も含めて明らかにしてないんですよ。はい、そこが問題だと思います。だから社会的に問題があるっていうことをおっしゃってるんだったら、あのどういう問題なのかっていうのは具体的にお話になることが、まあ、政治家としての責任だと思うんですよね。そこを全く言ってないもんだから、あの先ほどお話ありましたけども、まあ、19人の閣僚の中で7人問題があって外れたんだけれども、はい、で今回また新しい組閣を行ったけど7人関係が明らかになったわけでしょ。はい、7人いなくなったけど7人いたという、うん、全く何も変わってないんですよ。そうですね、これ副大臣でも今日また新たに明らかになりましたけれども、で今後あの国会の中では臨時国会が始まれば各常任委員長ってのは決まっていくんですよね。でその常任委員長の中にそういう関わりのあった人がいないのかどうかっていうと、これは心もとないと思いますから、うん、やはりここはもう全く完全に膿を出すために、はい、きちんとした組織的な対応を取るべきだと思います。そうですね。
これ旧統一教会との関わり、それをまあ指摘された政治家たちが、まあ、その関わりの薄さというものを何とか説明しようとしていると。ただ、例えば岸田総理もそうですけれども、あくまで疑念を持たれるようなことはしてはいけないと。つまり関わっていると何か疑われるからいけなかったんだ、程度の説明しかしてないんですけれども、はい、有田さん、この関わりの問題点、有田さんはどんなところにあると見てますか？関わりの問題点は、これ歴史的に捉えれば先ほどお話ありましたけれども、統一教会というのを韓国に1954年にできて、日本には58年に布教が始まって、59年に教団として設立をされて、1964年に東京都が認証するんですよね。うん、で、同時に1968年、先ほどお話ありましたように、表の顔は宗教なんだけど、裏の顔として政治団体としての国際勝共連合ができました、はい。で、その初期の段階から岸信介元総理などと親しくて、うんうん、1970年代には、多くの自民党の関係者とも親しく、例えば1974年の5月ですけども、帝国ホテルで希望の日晩餐会というのが行われて、文鮮明夫妻も参加をされて、はい、当時の福田赳夫大蔵大臣、そこでスピーチをやって、うん、東洋に救世主を現る、その名は文鮮明というような持ち上げをやるんですよね、はい。それがずっと60年代後半から70年代に続いてきて、ちょっと歴史を短くしちゃうと、1980年代になると、アメリカで文鮮明教祖が脱税で収監されるんですよ、うん。そして日本の入管法の規定によって日本に入国することができない、はい。だけど日本の組織、信者の皆さんは日本に教祖に来ていただいて自分たちを励ましてほしいということがあったんで、うんうん、1986年ぐらいから勝共推進議員っていうのを作っていくんです、はい。共産主義に勝利をする、それを推進する議員ということで、国際商業連合の思想新聞に1990年に名簿が出るんですけれども、うん、自民党を中心として105人の名前が出てるんです、はい。ここには安倍晋太郎さんもいらっしゃるんですけれども、そうやって岸信介さん、安倍晋太郎さん、そしてその秘書をやっていた安倍晋三さんという流れの中で、まあ、今明らかになっている安倍派の方々とのつながりってのは明らかになって、うん、で、何が問題かということは、やはり政治をねじ曲げて入管法の規定を乗り越えてですね、はい、1992年に文鮮明教祖は日本に入るんですよ、うん。そして入るための約束を破って信者たちの前で講演するんですよね、はい。そのことによって結束をして、日本では信者たちが霊感商法をやってましたから、まあ、そういうものを鼓舞激励する役割を果たしてしまった。そこに自民党を中心とする政治家たちが関わってしまったという、そういう日本の政治を歪める役割を旧統一教会が果たしてきて、まあ、そこに自民党の議員さんたちも協力をしてたっていうのが大きな問題点だというふうに思っております。最近ですと、それこそ、まあ、関係しててすいませんとか、あるいは疑われてすいませんというような態度を示してますけれども、しかしながら実態としては昨今でも電報を送ったりメッセージを送ったりと、まあ、広告との役割を果たす。しかし歴史的にはもっと長く、共に様々な政治的な目的を達成しようとしてきた。あるいは様々な仕方でむしろアシストをしてきた。こういった根深さも目を向ける必要があるわけですか？そうなんです。1986年に中曽根政権の時に、衆参のダブル選挙があったんですよね、はい。で、その時から政治家とのつながりってのは再び強化をされていって、うん、当時ですね、京都市右京区の嵐山、今もありますけれども、そこに佐賀亭っていう旅館があったんです、はい。で、それを統一教会が買収をして研修所にして、で、私もその現場に取材にも行きましたけれども、中に入ると世界日報、うん、統一教会系の新聞がいっぱい置いてあって、はい。そこで1986年に全国の統一教会の女性信者たちが集められて、うん、秘書養成講座をやってるんですよ、はい。国会議員の秘書になるための養成講座をやって、はい。これはもう2週間以上研修が行われて、まあ、最後は神戸のあるホテルで、フレンチのフルコースが出て、はい、そういう食事をする時のマナーなんかも学んでですね、うん、その後国会議員の公設秘書や私設秘書に入ってたんです。そんなのは表に出てないんだけれども、明らかにそういうことをやっておりましたし、で、実際に私が1991年に週刊文春で記事にしたんだけれども、国会議員の公設秘書、私設秘書に信者の皆さん入ってらっしゃるんですよ、はい。
だからそれは日本の政治家を自分たちの思う方向に何とか動かしていきたいという意図でもって、統一教会、旧統一教会が組織的に公設秘書、国会議員の秘書に入れていったっていう、そういう歴史があるんです。それが今も続いてると思われますね。なるほど。また選挙ボランティアとかいろいろなイベントの動員にも関わってると聞きますが、これはいかがでしょうか？国会議員あるいは候補者っていうのは、選挙になると運動員の皆さんを雇ったりですね、はい、とにかくビラ巻きから電話かけから支持獲得のさまざまな行動は必要で、うん、そのボランティアも含めて統一教会の信者の皆さんが10人20人30人とある特定の候補者を応援するために来てくれるんですよね、はい、こんな嬉しいことはない。お金かかんないわけですから、はい、これはね、かつて石原慎太郎さんに取材した時も、いや、雇ってたって言うんですよ。ほう。神社の方を、はいはい。一生懸命やってくれるから、本当に役に立ったんだと。うん、だけど、ある時から、当時中選挙区制ですから、自民党の対立候補もいらっしゃってですね、うん、どうもうちの情報が漏れてるっていうふうに慎太郎さん判断して、はい、ある夜、事務所に行ったら、遅い時間に電気がついてるんで入ったら、その信者の秘書がいたって言うんですよ、何やってるんだっつって慎太郎さん怒って、はい、それで結局その人に辞めてもらったということを直接お話を伺いましたけれども、いろんな謀略的なことも当時はやっていて、対立候補のビラだけじゃなくポスターを破ったりですね、はい、そういうことまで熱心にやる人たちは真面目だから、とにかく真面目なんです。今もそうですけれども、真面目に妨害活動とか、はい、真面目だから組織に言われることを一生懸命やる人たちなんです。うーん、だからそういうことを選挙でもやってきたんです。なるほど。そうした方々、票数としては例えば一人の議席を左右するほど程度の票はあるわけですけれども、それを誰に投じるのか、これも非常に重要な役割を果たすと。で、そうしたようなことの内部文書には秋田さんの、ね、名前も出てくるというふうに聞いてますけども。出てきましたね、はい、これどういった文書だったんですか？2010年に参議院選挙に私が初めて出た時に、はい、実はその1年前に2009年の政権交代の選挙の時には、実は東京11区板橋から小選挙区制で私は立候補したんです、はい、田中康夫さんが当初の新党日本というところから出てですね、うん、下村博文さんと戦って、その時も板橋区ですから大山という駅前で、はい、統一教会の信者の皆さんが上りを立てて、はい、マイクを持って有田をけしからんってチラシを撒いたりして、うん、攻撃をされたんですけれども、その時博文さんに3000票ぐらいで私は負けたんです、はい、でその翌年2010年に初めて、当時の民主党から参議院選挙の比例区に出た時に、私は統一教会の問題ずっと取材してましたから、その時入手した内部文書、統一教会のがありまして、うん、その時にこれ名前、もうネットに出てるから言っていいんだけれども、はい、山谷恵理子議員を当選させるために統一教会の信者の皆さん頑張りましょうっていう全国に指示が出るんです、うん、それまでには山谷恵理子さんは西部西日本で応援してきたんだけれども、はい、今度の選挙2010年の参議院選挙は全国で応援しましょうっていう指示文書が出て、うん、そして山谷さんを当選させること、そして安倍晋三さんとともに自分たちの身旨、つまり自分たちの目的を実現させるためには、はい、山谷さんと安倍晋三さんが大事なんだという文書なんです。うん、でその文書の一番最後に山谷さんを当選させることが同時に有田大臣になるんですという、はい、そういう信者さんたちに向けられた内部文書なんです。うん、ネット見ていただければいっぱい今出てると思います。有田さんが、ね、ツイッターにお上げになってるから、その画像なども見ることができますよね。はい、でもそういうふうに実際に秘書になる、はい、あるいは選挙ボランティアをする、うん、あるいはその集票マシンとして機能する、うん、のみならず様々なところでイベントをやって招いたり、そこで情報交換したり、あるいは自前のメディアに出てもらったり、本当にいろんなところで政治と旧統一教会の関わりがあるということをわかります。ここでリスナーの方から有田さんに質問が来ています。はい、ラジオネーム3月うさぎさんからいただいているメールです。ありがとうございます。
本日の特集を含めおよそ1ヶ月間のニュースに触れていて疑問に思っているのは、政治家の方々は本当に旧統一教会を知らなかったのかということです。私自身は宗教、新興宗教、カルト宗教を含め信仰の対象ではなく知的好奇心として10代の頃から調べたりはしているのですが、同年代の30代の方々に聞くと旧統一教会を知らない人は多数います。カルト宗教というと知っていてオウムくらいの方が多いです。でも政治家の方々は社会問題になった霊感商法や芸能人の方も参加した合同結婚式などをご存知の年齢ですよね。多くの被害者がいても見て見ぬふり、自分だけが恩恵を受けられればいいという姿が多くの政治家から見られるのが非常に本当に悲しいです。真実をきちんとご自身の党の口から語ると何か報復でもあるんでしょうか。いただいてます。いろんな方が知らなかったっていうためにそんなわけあるかって思ってるんですけど、有田さんはいかがですか。国会衆議院参議院の中で、参議院に五社堂っていう有名な本屋さんがあったんです。はいはい。で、そこの入り口には毎日世界日報、統一教会系の新聞が置いてあってですね。で、議員の中には世界日報が配布されているところもあったんです。はい。その世界日報っていうのは統一教会系の新聞っていうのはもう常識の話であって、で、国会議員になろうとする人が、やはり統一教会、霊感商法、それから国際勝共連合、まあそういうものを知らないはずがないんですよね。はいはい。で、これはもっと言ってしまうと、統一教会の内部文書にあるんですけれども、PR チームっていうのがあるんです。はい。で、PR チームっていうのは国際勝共連合に属する女性信者さんたちが、日常的に国会の議員の部屋を回る PR チーム、ロビー活動をする人たちなんですよね。はい。今日もやってるかもわかんないです。はいはい。で、その人たちは一人一人の国会議員にアプローチをして、自分たちの教え、それを協力してくれというようなことを言って歩いてるんです。うん、私もある大臣経験者の自民党の議員の方の部屋に行った時に、本棚見たら、文鮮明教祖の本が置いてあるんだけれども、はい、なんでこんなのあるんですかって聞いたら、いや、持ってくるんだよとおっしゃってましたけれども、はいはい、そういうロビー活動を日常的にやってるんです。で、特に保守系自民党の方々の部屋をずっと回ってますから、はい、統一教会、国際勝共連合、あるいは今でいう UPF、天地宇宙連合を含めてですね、そういう組織がどういうものなのかって、ね、知らないはずがないんです、これは。そうですよね。それこそ例えば、赤旗って聞いて、いや、共産党でしょって気づかなかったとか、あるいはその、政教新聞って聞いて、創価学会と気づかなかったとか、まあ、そんなわけないじゃんって思うのに、世界日報というとその言いのあれが効くかのような言い訳を政治家がするのもちょっと不思議ですよね。1970年代から80年代にかけて社会的に霊感商法が問題になって、はい、まあ、それを統一教会の信者の人たちがやってたってことは、これはもう社会問題になって国会でも取り上げられたりしてたんですけれども、その時期にはですね、多くの国会議員で関わってた人たちは関係ないよっていう態度を示してたんですよ。はい、つまり霊感商法の統一教会と自分が親しいって なると、批判を浴びますから、うん、だけど先ほど今ご質問なさった方がおっしゃってるよ、はい、そうさみさん、特に1992年に国際合同結婚式があって、はい、有名な歌手とか有名なスポーツ選手が出て、週刊誌、スポーツ新聞、テレビ、ワイドショー、ラジオなどで問題になりました、うん、だけどあれからですね30年間ほとんど報道されてないんですよ。はい。だから先ほどのご質問の方がおっしゃってたように、はい、1995年になるとオウム真理教の事件ですから、うんうん、オウムっていうのがやはりカルト教団の中心的な存在として今でも印象に残ってますけれども、はい、この30年間ほとんど統一教会についての報道ないんです。私もですね、週刊誌に統一教会のテーマで企画出してもですね、はい、全然通らなかったですね。オウムの衝撃が大きいもんだから、うんうん、統一教会ってのはもういいよっていう感じで扱われてこなかったんです。なるほど。
でもその間あの政治家の方々、特に自民党関係の方々が、じゃあ電報を送るとか、あるいはその出席するとか、はい、で、あの、第一次安倍政権の前あたりまでは、でもそれでも出席をして、あれ、祝電を送ったりして怒られると、あの、不適切だっていうふうに言ってたわけですけれども、はい、最近だとどんどんこう、あの、最近問題になるまでは、居直れるというか、だから何っていう感じになってましたよね。そう、空白の30年なんです。1990年の国際合同結婚式以降。その間に旧統一教会は着実に国会議員との接触、あるいは様々なフロント団体を作って社会的に地方自治体も含めて、ものすごく根を張ってきたのが今一挙に表に出てきたというのが現状だというふうに思います。だから問題になってくると、すいませんでしたとか、申し訳ありませんとか、これから関係立ちますっていうけども、一番最初にあのお話ししましたように、何が問題なのか、旧統一教会。今の言う世界平和統一家庭連合、そのことと関わることが何が問題なのかっていうのは、国会議員は自分の口で説明すべきですよ。岸田さんも含めて、それが全く行われてませんよね。そうですね。そのあたりの説明のなさということもとても問題ですが、会見を開いても説明が不十分だという点もあります。これは内閣改造の日に、まあ、岸田総理も会見を行ったんですが、旧統一教会の田中会長も記者会見を行いました。その中であの政治との関わりについていくつか釈明をしているんですが、その音声を有田さんと一緒に聞きながら振り返っていきたいと思います、はい、まずは旧統一教会が世界平和統一家庭連合に名前を変えたこと、こちらについての政治の関与について田中会長が発言をしています。この名称変更の当法人規則認証に関する政治的圧力や介入があったかのような一方的な憶測報道がなされていますが、事実ではありません。確かに当初当法人が名称変更の相談を持ちかけた当時の文化庁、いわゆる主務官庁は名称変更に難色を示し、規則変更認証申請をしないよう当法人を説得してきました。当法人はその後何度も主務官庁に名称変更の相談を重ねましたが、同庁の対応が変わらなかったため、2015年に提出の際には訴訟もやむを得ないと決意し、別紙の法律専門家による意見書を添えて、その旨主務官庁に意思表示をしました。これを受けて主務官庁は当法人の名称変更に関わる規則変更認証申請を受理し、認証となりました。以上が事実であり、本件認証は純粋な法律問題として適法に処理されたものであり、そこには何らの政治的介入や不正はありません。はい。もともと統一教会だった名前が世界平和統一家庭連合になった。それまでは、あの、そうした名称変更が認められる手続きまでいけなかったわけだけれども、あの、しかし、下村大臣の時、下村文科大臣の時に、まあ、そうした手続きが認められた。この背景にどんなことがあったのかということを説明してほしいという、今世の中の声が高まっていることに対するやり取りということになるんですね。はい、有田さん、今の、旧統一教会側の会見の様子、いかがでしょうか？田中会長の発言は全く申し訳ないけど間違ってるんです、はい、でなぜかというと前提としてですね、ある宗教団体が存在したとする、うん、でそれがあの名称変更したいということを文化庁の宗務課に申し入れる、はい、だけど基本としてこれまでのあの官僚の歴史からしてもですね、ある宗教団体が名称変更しようとすると教義が変わりましたと、はい、というような根本的なところが変わるんだったら名称変更を認められるんです。書類が揃っていれば、うん。はい。だけど、旧統一教会と今の世界平和統一家庭連合の協議は全く変わってないんですよね。うん。だから、あの、当時の文化庁、宗務課の方としては、名称変更ってのは無理ですよという説明をしているのは当たり前の話なんですよ。だけど、今の田中会長の話だと、書類が揃ったから2015年になって認められたんだって言うんだけども、うん、これね、秋の臨時国会、まあ、9月に始まりますけれども、はい、そこで大きな問題になりますよ、うん、で何が問題になるかっていうと、はい、田中会長はあの書類が揃ったから認められたんだって言うんだけど、実は書類揃ってないんです、うん、これはね、秋の臨時国会で表に出ますから、へー、じゃあなんで書類がちゃんと揃ってないのに名称変更ができたの、ということになると、
これは政治の力があったのではないかということ。前川喜平さんは、うん、文化庁で宗教担当をやってた時に、はい、この間も国会で野党ヒアリングで明確に語られましたけれども、うん、100% 下村博文さんの力だっていうふうに言い切ってるんですよね。その根拠があるはずなんです。あるんです、実は。で、これは秋の臨時国会を注目していただきたいんですけれども、実はですね、下村博文さんは最初、うん、文化庁の宗務課から、何の報告もなかったとおっしゃってたんです。はい。だけど、私は当時2015年の9月30日に、私の事務所から文化庁の方に問い合わせをして、その時の公式文書があるんだけれども、そこにはですね、事前に下村博文大臣に報告してるっていう、そういう文書なんです。うん、それは今でもついこの間も確認しましたけど、間違いないっていうんです。博文さんは7月の段階で報告がなかったとおっしゃってた。で、私は今度、いや、こういう記録がありますよって言ったら、博文さんはその後に、いや、報告はあったと、形式的な報告だったっていうふうにおっしゃってた。うん、はい。だけど、報告があったんですよ。で、どんな、情報が伝えられたかというと、これは明確には書いてないんだけども、統一教会にどういう問題があるのかっていうことを、文化庁の方は大臣に伝えてるんです。で、そうして伝えたときに、そこで大臣が、発言しないわけないでしょ、はい、いいとか悪いとか、うん、そうかとか、とにかく何らかの発言があるんです、うん、実はここからポイントで秋の臨時国会の注目していただきたいっていうのは、はい、その時のメモが残ってるんです。お、大臣が何を言ったかっていうのは、はいはい、これ文化庁の中に今もあるはず、うん、出すべきなんですよ、だからそれを見ればもう一目瞭然、博文さんが関係ないって言うんだったらそのメモを出していただきたい、統一教会が関係ないって言うんだったら、政治的な圧力がないって言うんだったら、それを文化庁に言ってですね、その時の文書出してくださいって、統一教会の田中会長たちも要求すべきですよ。堂々とと、そこが秋の臨時国会に出てきますから、うんうん、ぜひとも注目していただきたいと思います。はい。これ一部論調として、いやいや、そもそも書類が出たら受け付けないこと自体がおかしいのだと、今まで認められなかったことの方がおかしいんだっていうような格好で、非難する、あるいは下村さんをかばう声があるわけですけど、それはどうでしょうか。全く間違いです、うん。さっきも言ったように、宗教法人が名称変更するときには、根本的な問題、はい、教義が変わるとか、うん、そういうことがなければこれまでは名称変更なんてないっていうのが、これは日本の戦後の官僚体制の歴史なんです、はい、だからそれをねじ曲げることができないから無理ですよっていうのを文化庁の方としては当たり前の回答をしてきたんです、うん、それがなぜか2015年になると名称変更ができてしまった、はい、そこは背景に何かあると考える方が自然なんですよね、うん。これ名前が変わったことによって別に旧統一教会側はね、隠れ蓑にしたわけではないっていうふうに言ってる。他の国でも変えたんだと、はい、しかしいろんな政治家の方々がいやいや気づきませんでしたって言ってることからも、うん、実は別の仕方で証明されているように実際つながりが見えにくくなったという点はあるわけですよね。それを政治家の方々がさらに利用して、まあ、言い逃れをしているという状況がある、まあ、その他他にもね、記者会見でいろいろ旧統一教会側が発信しているので、一緒に有田さんと一緒にはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。では、おととい行われた旧統一教会、現在、世界平和統一家庭連合、その田中会長の会見の様子、引き続き聞いていただきたいと思います。続いては、政治との関わりについてです。日本は、宗教団体、並びに、そこに所属する、信徒の者たちも、国の政治に関わり、そして選挙に関わっていくことは、国民の義務であると理解しておりますし、憲法で保障されていると思います。その世界平和統一家庭連合、もしくはその関連団体、友好団体などが日本の政治にどのような形で影響を今まで与えてきたのかということです。例えば LGBT、性的マイノリティですとか、夫婦別姓の問題ですとか、もしくはまあ政治的な、例えば憲法改正などという問題で政治的な影響などを与えてきたというようなことがあるのか。影響を与えてきたかということは、これは客観的にむしろ多くの皆様方に判断していただいた方がいいかと思っておりますが、政治に友好団体が強く姿勢を持って
関わってきたことは事実です。私たちの法人並びに多くの友好団体は創設以来共産主義というものに対して明確に対峙してきました。今メディアで私たちの友好団体とあるいは当法人と政治家が関わったか関わらないかが問題視されておりますが、むしろ私たちから見れば共産主義問題に対して明確に姿勢を持っている政治家の皆さんとは共により良き国づくりに向かって手を合わせてきたと思っております。はい、この、田中会長、政治についての距離感、皆さんに判断してくださいと言いつつ、対共産主義という観点で手を組んできたのだ、そういった歴史があるのだという発言がありました。有田さん、いかがでしょうか。国際宗教連合として反共主義の立場で戦後ずっと一貫して行動してきた以上は、まあ、共産主義、共産党に反対する政治家たちと親しくなるっていうのは、それは組織の論理として説明の通りだと思うんです。はい。だけど、あえて一点だけ指摘をしておけば、今、日本の信者さんたちから集めたお金が毎月韓国の統一教会、旧統一教会に流れてるんだけれども、うん、その中に一つ平和自動車っていうところにもお金が行ってるんです。はい、この平和自動車ってのは北朝鮮の平和自動車なんですよ。うん、北朝鮮の。はい、それで2015年に平壌に行った時にも確認してきましたけれども、平壌市内に今1000台ぐらい平和自動車っていうのが走ってるんです。はい。これは統一教会の関連会社なんです。はいはい。だから、反共産主義だって言うんだけど、北朝鮮にもお金を送っている旧統一教会ってのは何なの？そういうことは、おそらく自民党の皆さんもお知りにならないと思いますよ。だから、ものすごくね、矛盾してるんです、言ってることが。そうですね。はい。また、岸田総理の会見の時には、政策に影響を与えた点あると思いますかと聞かれたら、それに対して、不当な影響を受けてないっていうふうに、ちょっとごまかして、すり替えて答えていたんですね。で、ところが今の、世界日報や旧統一教会の考え方というのは、例えば、セクシャルマイノリティ、性的マイノリティであるとか、はいはい、選択的夫婦別姓、うん、こういったものとか、そうしたものを広く、これは共産主義の影響だとか、これはなんだなんだっていうようなことで、コミュニストだっていう格好で、広く定義を、まあ、設定して非難するということを続けてきていたわけですね。まあ、そうした点で言うと、じゃあ今どういった関わりがあるのか、まあ、多くの人気になっていると思いますが、有田さん、この点はいかがでしょうか。非常に象徴的なのは、はい、この間の国会でも法律として通過をしましたけれども、子ども家庭庁。はい。これ実は自民党の中で最初まとまった時には子ども庁だったんですよ。うん。子ども庁。ところが自民党の中の保守的な方々が家庭が大事だ。これ旧統一教会も今、昔からずっと強調してる話なんだけれども、子ども庁じゃなくて子ども家庭庁にするべきだと自民党の中の強烈に反対する方がいらっしゃって、うん、そして結果的に子ども家庭庁になったんですよ。はい。野党の中では家庭を外すべきだっていう意見が多かったんだけども、結果的に子ども家庭庁、うん、自民党の中でも子ども庁にしようって言ってたのが結果的に子ども家庭庁、はい、統一教会、旧統一教会の関連組織のホームページ今どんどん消してるから探してみなきゃ分かんないですけども、心ある議員の皆様の努力によって子ども家庭庁になりましたって書いてるんですよ。うん。だから影響を与えてると自分たちは言ってるんですよ。はい。もちろん旧統一教会だけの力ではないと思います。宗教保守の皆さん方も家庭というのを入れるべきだっていう意見もありますから、うん、だけどそういう流れの中の一つの重要な存在として旧統一教会の主張っていうのはあったっていうのは、これは自分たちが言ってることですから、そうやって現実の政治に大きな影響を与えているっていうのは、これは見ておかなければいけないと思います。そうですね。もちろん旧統一教会側にとってみれば、ある種盛るというか、自分たちの力を大きく見せるために言う点もある一方で、実際に先ほど有田さんがおっしゃられたように、まあ、いろんなロビングや働きかけを日常的に行っているから、何か影響力が行使された面があるとするならば、そこは自分たちの手柄だという面がある。でも実際にそこには無関係、無影響ということはちょっと考えにくいだろう。このあたりのバランス必要ですよね、有田さん。今チキさんがおっしゃったことを、これから旧統一教会問題を見る上で、ものすごく大事なことで、はい、つまり何が言いたいかというと、過小評価もいけないけれども、はい、過大評価もいけないんですよ。うん、例えば、文鮮明教祖は昔、
中曽根なんてのは吹けば吹っ飛ぶんだみたいな演説やってるんですよね、はい、それと同じく最近で言えば安倍晋三元総理がトランプさんが大統領になった時に世界に先駆けて一番最初に面会しましたよね、アメリカに行って、はい、あれをね統一教会の中では統一教会ルートで実現したんだみたいなこと今でも言う幹部がいるんだけれども全くの間違いで、うん、はい、あれは日本の外務省が努力をされて実現したことなんですよ、うんうん、だからそういうね自分たちをさっきのチキさんの表現で言うと盛るっていうそういう組織なんです、はい、うん、安倍さんも自分たちの味方だ、トランプさんも自分たちの味方だ、こういうことをやったのは自分たちの力なんだ、古代に自分たちを誇ることで内部の信者たちの結束を固めるというそういう組織体質があるんで、うん、やはり彼らが言ってることが事実だっていうふうに垂れ流しちゃいけないんです、はい、今メディアの一部ですけれども幹部が言ってることをそのまま垂れ流して、あたかもそれが事実であるかのように見てしまうと統一教会、旧統一教会っていうのはいかにも大きなモンスターのように描かれてしまうっていうのはこれ間違いなんで、うん、過小評価もいけませんけれども過大評価も絶対ダメだっていうことは注意していきたいというふうに思います。そうですね。では続いて選挙に関する発言も田中会長はしていたのでその分を検証していきましょう。政治家、特に自民党の政治家との関係についての質問になるんですけれども、日本の選挙の時、例えば最近の参議院選などで、家庭連合、もしくは関連団体、友好団体、UPF などは、自民党全体、もしくは特定の政治家と積極的な連携などというものは具体的にありますでしょうか。この辺は、私たちの法人と、それから友好団体、それぞれにおいて関わり方は異なると思います。党会員の信徒たちは宗教団体に所属しておりますが、国民の一員として国政のあり方に積極的に関わり、そして選挙にも積極的に行くように主導はしております。ただ、私たちの法人が特定の党と関係を持つ、あるいは特定の党のみを応援するという態度は取っておりません。はい。このあたり、例えばね、自民党の茂木さんなんかも、党との組織的関与はない、というようなことを言ったりしているわけですね。はい、有田さん、このあたりはどうなんでしょうか。自民党さん全体と何か協定を結んで、何か行動を取ってるってことはないですけれども、うん、だけど、明らかになってきたように、多くの国会議員の中に関わりを持って、はい、その支援に基づいて当選した人たちがいたっていうことが今回、明らかになってきたわけですよね。典型的なのは、井上義行さん、はい、安倍さんのもとで働いてらっしゃった方が、これ映像でも出てきてびっくりしたんだけれども、集会があった時には埼玉ですけれども、神日本責任者出発会という、うんうん、統一教会の信者たちの責任者たちの集会なんですよ。はい、ここに井上さん行かれて、韓国人の幹部は、井上先生は、シック。信者になったみたいなことを言われちゃってるわけでしょ、うん、だからそこまで絶賛して組織として応援した人がいるわけですよ。これまでも、はい、今回も。それで当選されてるわけだから、うん、これはね、普通の関係じゃないと思いますよ。そうですね。だからそうしたようなその関係を、いやいや、政党を応援してないんだ、というふうに、例えば、旧統一教会側はいい。で、茂木さんなどは、いや、党としては応援されたいないんだっていう格好で、主語をずらしていく。じゃあ、実態としてはどのサイズでどういった関わりが、どの派閥のどの人とあったのか。このあたりを党として明らかにしてほしいんだけども、今度は政党としては、いやいや、個別の議員が襟を正して説明すべきだ、というふうに言うわけですね。こういった態度は有田さんいかがでしょうか。説明果たせって言っても、全く説明果たしてなくて、はい、例えばビューポイントという機関誌に出てました、うん、世界日報の取材を受けました、はい、レベルの表面的な現象的なことしか言ってないわけですよね。だけど、じゃあそこに出たことがどういう問題なのか、もう最初から何度もこの番組で先ほど言わせていただきましたけれども、うん、何が問題なのか、旧統一教会の何が問題だったのか、はい、今何が問題なのかっていうことを一切言わずにですね、うん、表面的な現象的なところだけで終わらそうとしてるのが今の特徴だと思いますから、そういうことをやってる限りこれからもずーっと続いていきますよ、うん、内閣支持率だってこの問題で落ちちゃうわけでしょ、はい、だから本当に襟を正して膿を出すような努力を各政党がやらなければいけないと思いますし、うん、一番接触を持ってきた自民党の組織として、
やはりはっきりとした対応を取らないと、ずる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 ずっと続いていきますよ。そうですね。その間当然カルト被害というものが、まあ、温存され、あるいは拡大され、そしてまた例えば今回の危機を乗り切ったということで結集を強める可能性すらある、うん、そうした中でしっかりと結びつきを調査し、そして説明をする、それだけではなくて立法をしたり、まあ、行政の仕事をする、まあ、今後の国会の役割いろいろ必要となってくると思います。有田さん、他にも政治の影響、安倍政権下での動きがどうだったのか、あと今後必要な立法がどういったものなのか、ぜひまた意見を伺いたいので、ぜひスタジオに来られるときは、やり取りさせてください。下落というのが異例というふうに読売新聞は伝えています、はい、そして、首相総理周辺は人事カードを切って少しは風向きが変わるかと思ったが見込み通りにいかなかったと警戒感を示しているということです、うん、新内閣では閣僚19人のうち7人が団体と何らかの接点があることが判明しています。与党内には完全に真っ白な閣僚メンバーを期待した国民をがっかりさせてしまったと見る向きもあるということなんですね。はい、新しくね、まあ、一生懸命立て直しを図ろうとして、改造をしたんですけども、まあ、相変わらず女性が少ないっていうのもそうですけども、閣僚19人のうち7人が団体と何らかの接点があることが分かったと。はい、まあ、この統一教会の、名称問題の、名称を変えた時の話が、未だにまだ、はっきり出てきてませんが、共産党はもうこれを統一教会って呼ぶっていうふうに、言ってましたね。はい。なんかこれ、超党派の立憲が下になってるさ、ヒアリングずっと見てんだけど、統一教会の、なんか、官僚の人たちが言ってたけど、全然やっぱり、内閣から、政府から、全然その調査しろとか、そういうふうな指示は全然ないんだって、まあ、調査しろとか、だからそのまま。うん、何にも言われてないって、うん、でもこれずっと尾を引いてるけどさ、うん、これが深くこう与党に関わってたってことになると、うん、これ期間ずいぶん長いじゃない、うん、年月的に、うん、でそういうことを今度の内閣で刷新できずにこのまま進んでいくのかなというふうに疑問が、一生懸命、これなんか、まあ、もう真っ白な人探したらいなかったかもしれないけども。私、この件で、うん、一本昨日コラム書いたんだけどさ、うん、なんかやっぱり私も、この統一教会の問題が上がって、うん、それで今までってこれってさ、すごいわかりやすくさ、うん、その政治の海の、産んでるところの話じゃない、うんうん、だから、全部その、なんていうのかな、偽保守みたいな人が台頭してきてさ、隣国ヘイトしたりとか、その女性差別したりとか、うん、そういうのとかも密接に絡んでるじゃん。だから、私もそういうふう、あと、だから、いわゆるさ、歴史修正とか、反知性主義とか、そういうの絡むから、黒塗りにする文書とかも絡んでて、だから、結局そういうの、うん、歪みを直すのかなと思って、岸田さんがこの際、その統一教会のことをさ、言えばさ、やりやすいのかなと思ったんだけど、だから結構期待してたのよ。そうですね。でもなんか期待は、薄く裏切られて、薄く叶ったって書いてよ。いわゆる、私が思ってる、その、隣国に対して拳振り上げるような人たちは、内閣には残ってるけど、とりあえずお金とか人とかがあんまり回らないっていうか、そういう部署に行ったじゃん。違うかな。少しずつなのかな、変わるのが。青木さんはどんなふうに思ってらっしゃいますか、この辺。この内閣改造で支持下落っていう今日の読売のこれ記事は、だから政権にとっては、まあ読売の見出しにもありますけど、衝撃だと思いますよ。要するにどういうことかっていうと、これも皆さんがお気づきの通り、
そもそも、まあ、僕は政治記者じゃないので、はい、マダチョビビットに取材してるわけじゃない、うん、ただし、まあ、メディアの動向なんかを見てて僕もそれを見てるんですけれども、うんうん、そもそもなんでこの時点で内閣改造に踏み切ったかって言えば本来は9月に入ってからじゃないかって言われたわけですよね、はい、それをやったのは、はい、一番は7月末7月30、31日に、うん、共同通信が世論調査をして、うん、ひっくり返ったわけですよ。つまり、はいはい、うん、安倍さんがああいう衝撃的なお亡くなりの何かとして、うん、で国葬をやるっていうことを言ったと。で国葬っていうことに対してはその、まあ、賛否はもちろんあるだろうけれども、うん、おそらく多くの国民が支持をしてくれるだろうと思ってたわけですよね、うんうんうん、ところがその後こう旧統一教会との関係がバン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 出てきて、うん、で31日にやって共同通信の世論調査で、うん、国葬への反対が半数以上になったと。そうですね、でしかも政権支持率が12ポイントだったかな、うん、統一教会あらわにしろっていうのは、うん、ちゃんとしろっていうのは8割を超える14%で支持率が12ポイントも多くなったと、うん、でもうびっくりしてこれはまずいっていうことで、うん、まあ要するにこの下落に歯止めかけなくちゃっていうことで、うん、今回、少し早めたわけですよね、うん、少しでかなり早めて改造政権を作ったんだけれども、うん、はい、その政権を作った直後にさらに下落した、うん、はい、これ読売が今日書いてるんですけれども、はいはい、うん、小泉内閣以降民主党政権時代も含めて、うん、過去17回内閣改造を行われているんだけれども、うん、改造直後の支持率下落っていうのは3回しかないと、うん、はい、変化なしが2回残りは12回は上昇していたと。だからこれを狙ってやったんだけれども、うん、結果的に全然上昇しない、むしろ下落したっていうのは、うん、これはやっぱり政権にとっては相当ショックだったと思いますよね。なるほど、うん、なんかすごいなんつうの、うん、味がないっていうかさ、ぬるいっていうかさ、評価しづらい感じなんだよな。でしかもこれ、うん、このまんまこう上昇に転ずるような理由っていうか要素がないでしょ。先ほど来、うん、あの大竹さんが話されているコロナの問題でも何もしていないし、うん、かつ物価高の話もまだ全然収まってないし、うん、旧統一教会のとの関係も結果的には、うん、まだ新しい閣僚の中からもいろいろくすぶってるものがどんどん出てきそうだし、しかも先ほど北村雄二さんのコラムも紹介されてましたけれども、うん、こう国葬に対する反対っていうのも、うん、NHK なんかではまたこれも半数以上が反対をしているっていう状況の中で、うん、今これ政権がこう安定的にこう推移できるような要素がないので、まあ、岸田政権は相当あれなんじゃないですか、こう今衝撃というか内部ではこうくすぶってるんじゃないでしょうかね。うん、さあ今日も始めましょう。青木治さんのコラムです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。うん、月曜日のゴールデンラジオを聞いてて、はい、車運転しながら聞いてて、うん、ちょっとびっくりしたんですけど、うん、僕が、うん、この間の日曜日にサンデーモーニングでお話しした話を、はい、ゴールデンラジオでも取り上げていただいて、うん、はい、させていただきました。サンデーモーニングってやっぱり影響力すごいっすよね。うん、そうだね。いや、僕ね、この話、うん、結構あちこちで書いたりとかしてたんですけど、うん、まあサンデーモーニングで喋ったら、本当にその、それこそまあこたつ記事なんですけど、うん、スポーツ紙なんかでも書いてもらって、いろいろあちこちから反響があって、はい、なんかまるで、はい、僕が初めて明かしたような感じになったんですけれども、うんうん、確認してみたら、ゴールデンラジオではちゃんと話してなかったので、話させていただきたいんですけれども、うん、そのサンデーモーニングでね、はい、話した話なんですけれど、うん、その、旧統一教会っていうのが、うん、まあ、日本に来たのは60年代で、70年代、80年代、特に80年代も数々の霊感商法とか、こう、合同結婚式とか社会問題を引き起こして、なんで今までのうのうとこう活動ができていたんだろうかっていうところを、これと政治の関わりっていうのが今ものすごくこう注目されていると思うんですけれどね、はい、僕の取材体験なんですけれども、うん、1990年代、僕は通信社の記者、社会部記者として、うん、警察を担当してた時に、うん、90年代のちょうど半ば、もうちょっと正確に言うと、94年から95年にかけてですけれども、まあ当時、うん、オウム真理教事件なんかもあった頃ですけれども、はい、僕が警察を取材してたら、まあ公安警察ですね、うん、が、統一教会を調べてると、うん、かなり真剣に調べてるんだっていう話を聞いたんです、僕はね。うん、で僕は警察担当記者だったので、こうまだ公安警察が宗教を調べるっていうのはまだオウム真理教事件のちょっと前だったので、うんうん、一体どういうことだろうと思ってこう取材をしてたんですね。でも、うん、考えてみたら
まあ、霊感商法をはじめとする数々の社会問題もあったし、うん、それから、まあ、80年代の後半に、こう、重大事件で統一教会の影が囁かれたこともあったし、うん、それから90年代に入って、こう、冷戦体制が終わったら、今度北、統一教会が、こう、北朝鮮と接近をしたりとかもしたので、うんうん、まあ、いろんな観点で多分、公安警察が捜査に入るんだろうなと思いながら取材してたんですね。で、結構重大だな、うん、な動きだなと思って、うん、ところがある時期に公安警察の動きが止まるんですよね、うん、でそれなぜ止まったのかなと思って、うん、当時の公安警察の最高幹部に、うん、なんであれ止まったんですかって聞いたら、うん、政治の意向であると、うん、いうふうに言われたんですよ、うん、でこの件に関しては僕だけの記憶だったのかなというふうに思ったんだけど、違う、有田芳生もそう言ってた、有田さんが、うん、やっぱり95年に、うん、公安警察の幹部から、うん、その統一教会についていろいろレクチャーしてくれと言われてレクチャーをしたんだけれども、うん、しばらく経ってから止まって、うん、でなぜだっていうふうに聞いたら、まあ、有田さんの場合はかなり時間が経ってから聞いたらしいですけれども、やっぱり政治の力だったということなんですね、はい、でこれ2000年代に入って統一教会の関連団体がやっぱりその悪質商法なんかを摘発したんだけれども、うん、これに関してももっと本格的にやらなきゃいけなかったのに、うん、中途半端で終わったのは政治の力が働いたんじゃないかなんていうことも指摘されてるんですけれども、うん、これね、僕がサンデーモーニングで話したのはその90年代半ばの話なんですけれども、うん、もしね本当に政治の力が働いて止まってたんだとすればですよ、はい、これ極めて重大な話で、うん、逆に言えばですよ、90年代にもう捜査が入っても全然おかしくない、かなり反社会的なカルト教団だったわけですよ、うんうん、段階で警察がきちんと組織的に捜査のメスを入れていれば、うん、その霊感商法だったりとかっていう問題についてもそれなりにストップがかかっただろうし、うん、もしかすれば様々な重大事件の闇の蓋が開いたかもしれないし、うんうん、でも少なくてもその教団のその悪質な商法だったりとか献金だみたいなものにストップがかかっていれば、うん、その時点でこう被害の継続とか被害の拡大はしなかった可能性が高い、はい、すれば、うん、とすればですよ、うん、もしかすれば今回のその山上徹也容疑者の、うん、そのお母さんですよね、お母さんもとも報道によれば90年代からこう入信をしてかなりこう多額の献金、まあ一説によると1億を超える献金をしたんじゃないかって言われてたんですけれども、うん、その献金の被害もひょっとすると起きなかったかもしれない。そうですね。とすれば、うん、こうもしかすればこう7月8日ですかに安倍晋三元総理が銃撃をされて命を落とすという事件も起きなかったかもしれない、はい、って考えると、そのこうなぜ警察がこう捜査をしようとしたのになぜ止まったのか、うん、もっと言えばそれは本当なのか、うん、っていうことも含めたね、うん、今盛んにメディアなんかで言われているのはどの会合でに出席したとか、うん、それからその祝電を打ったとか打たないとか、まあ、もちろんこれも旧統一教会は政治を宣伝の材料として使おうとしたから、うん、それに協力したのも非常に問題なんだけれども、うん、もっと大きく言えば、うん、政治とその教団の関わりに関しては、うん、こう捜査を止めた、警察の捜査にストップをかけたようなことがもしあったんだとすれば、うんうん、そっちの方がよっぽど大問題で、そうですね、場合によっては被害が止められた、場合によっては元総理の銃撃事件が起きなかったかもしれないということを考えると、うんうん、そっちの方のこう疑惑っていうかね、問題をもっとこうメディアも含めてきちんと総括してほしいなっていう気がするんですよね。昔もこういうことってあったの？伊藤詩織さんのあの件でさ、すごいびっくりしちゃったんだけどさ、逮捕状が握りつぶされた、ルールってさ、うん、公平でなきゃダメなわけじゃん、うんうんうん、そういうのとかもさ、その、うん、全然なんかちょっとズルしてみたいなのも、うん、どんどん出てきたっていうのはやっぱりひどいよね。警察の捜査にしてもね、検察の捜査にしても、うん、まあ、今回の件に限らず、うん、その政治だったりとか、権力内部のいろいろなこう都合であったりとか、力学であったりとかによって、ねじ曲げられたりとか、中途半端で終わったりとか、うん、あるいは逆に、
その意図的に積極的にやったりとかっていうことは、それは古今東西どんな国でも、まあある種独裁的であれば独裁的であるほどそういうことが起きるわけですよ。だから日本でも戦後そういうことは数々起きてきたとは思うし、僕もそういう場面っていうのは何度も目撃してきたし取材もしてきたんですけれども、でも今回の件もそうだけれども、でも起きたこう結果を考えるとね、あまりにも重大だったわけですよね。でしかもここに来て旧統一教会ってものの反社会性にまた改めてスポットライトが当たっている以上、90年代あるいは2000年代に入っての警察と政治、あるいは政治と旧統一教会の関係っていうのは改めてこう切開して、こうもう一回光を当てて一体何が起きたのか、もしかすればさっき言ったけど戦後の闇みたいなものがこう、地獄の窯が開いた可能性もあったんだけど、開かなかったっていうことが責任、ね、警察だけじゃなかったと思うよ。私、物書きになって27年ぐらいこの仕事してるけど、どっからすっごくその忖度って、命令、上からの命令じゃないかもしれない。忖度って気にして空気を読んでなのかもしれないけど、すごいそのこの発言を気にしろとか、この人に対して気にしろとか、そういうのがすっごく多くなった時点があるもん。もうちょっと言えばさ、なぜこの捜査が止まったのかって言ったら、ね、その最高の関係者が、圧力だと、上からの圧力だって。でそれが、有田さんもそうだけど、上からの圧力だって分かったわけじゃん。その時点で。で、それは青木さんも知ってるけど、メディアの人も、書かなかった。それがあったから、やめたんだろ、それをメディアは、その時に、どう扱ったのかっていう問題も、大きく残ってると思うんだよね。大きいですよね。だけどメディアもやっぱりその忖度っていうか、そういうのがはびこるようになっちゃった、ね。いや、だから、でも逆にそういう、青木さんの弁を借りれば、そういうことが今回の安倍さんの事件にもつながってるとしたらだよ。なお余計に、やっぱしなんかがそれを伝える側も、上からの圧力で止まりましたこの事件はって、バーってさ書きゃいいじゃん。そうなんですよね、そう、そういうところもある、難しいんですよ、そのまあわかる言ってる、我々がちょっと無理言ってるのもよくわかるけど、そうなんですよね、だから、その辺はだから、僕らのこうメディアのその報じ方の問題、警察が捜査に動くと報じるけれども、その動かないと報じないっていうこのメディアのあり、日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週は、私が見た戦争というテーマでお送りします。広島に原爆が投下された昭和20年8月6日、高橋博さんは5歳でした。自宅は爆心地から 1.5km。その瞬間、白い光が物の形を消し、次に暗闇が訪れ、気がついたら家が潰れていました。運よく無事だった高橋さんは、崩れた屋根の下から助け出された母と妹、生後2ヶ月の弟と共に、火のない方へ逃げ出します。何が起きたのか誰も分かっていませんでした。すさまじい熱線と爆風、放射線によっておよそ14万人の命を奪った原子爆弾。幼い高橋さんの目に昨日とはまるで違う惨状が映ります。黒焦げの遺体、飛び出た内臓を抱えながら歩く人、川には水面が見えないほどの泣き殻が浮かび、河口からの潮の満ち引きで行ったり来たりしていました。あまりにむごすぎて
何も感じないんです。私は母とはぐれないよう一生懸命歩くだけでした。知人宅に逃れた後、高橋さんはその日家にいなかった父や兄、姉とも再会します。全員命があった。それだけが救いでした。しかし原爆で受けた傷は戦争が終わっても静かに家族を蝕み続けます。倒壊した家の下敷きになった母は痛めた背骨に結核菌が入り、長患いの末に42歳で亡くなりました。小学校の修学旅行で不在だった高橋さんは、駅まで迎えに来た姉から、母が死んだと聞かされ、泣きました。広島の復興を高橋さんは建築物から感じ取ります。広島平和記念資料館、平和大橋、著名な建築家や芸術家が手掛けた作品に絵が好きで美術部に入った高橋さんは心を動かされます。自分もものづくりで身を立てようと18歳で上京、大学で学び建築設計の仕事に就きます。やがて結婚し子宝にも恵まれました。広島の原爆の話を誰かとすることはありませんでした。悲惨な思い出と現在の暮らしをどこかで切り離そうとしていたのです。だけど、じわっとね、常に感じているわけです。自分は被爆者だって。年を重ねるにつれて、このまま黙っていていいのか。父も、兄も弟も、原爆の後遺症で亡くなりました。当時5歳だった自分は体験を語れる最後の世代かもしれない。焦りのような気持ちも芽生えます。高橋さんは住んでいる埼玉県で語り部の活動を始めます。いつも言うのはね、生まれたからには人生を全うしなければいけない。生き切るんだってことです。途中で戦争なんかに奪われてはダメなんです。語りながら高橋さんは自分で描いた絵を見せます。瓦礫の上を母と歩いた夜の記憶です。足元は地獄。でも空には白い月が浮かんでいました。被爆体験を伝える先に光があると信じています。であり、ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週は私が見た戦争というテーマでお送りしています。昭和20年8月9日、長崎に原子爆弾が投下されます。久保山義則さんは当時8歳。その日は中心地にある自宅から2キロ離れた祖母の家にいました。縁側で遊んでいた午前11時2分、強烈な光に驚いた次の瞬間、爆風で壁に
叩きつけられます。なんとか床下に潜り込み、静かになるのを待って外に出てみると、空が真っ赤に染まっています。裏山に登ってみた市街地は火の海でした。気がかりなのは父の安否です。理髪店を営んでいた父は少し前から近くの軍需工場で働いていました。工場は爆心地から100メートル。夜明けを待って母と弟たちと探しに行きますが、炎に行く手を阻まれたどり着けません。三日目にようやく亡骸となった父を見つけます。やけどで大きく腫れ上がった顔は父とは思えなかったものの、母が特徴のある手術跡から腸がはみ出しているのを見て間違いないと確信します。家族思いだった父を荼毘に付すため、久保山さんは工場の片隅に亡骸を移し、郊外まで何往復もして薪を集め、三日かけて火葬しました。上空にはなおも飛ぶアメリカ軍の飛行機、思わず叫びます。バカタレ、これは人間のやることじゃなかぞ。最後に遺骨を弁当箱に納め、山のお墓まで持って行き、倒れた墓石の陰に置きました。一人で手を合わせてね、これで長男の責任を果たせたと、肩の荷が下りました。帰り道に玉音放送が聞こえたけど、もうどうでもよかったです。戦後、母子四人で暮らしたのは、雨の日には傘を差して眠る物置小屋。久保山さんは理髪店で働く母を助けるため、弟を連れて駅前で新聞を売ります。中学を出た後、地元企業の訓練校に合格しますが、被爆者とわかると取り消されました。長く働けないというのが理由です。偏見がまかり通っていました。60歳を前に久保山さんは被爆者の団体に加わります。周りの目から自由になりたくて18で上京し、仕事も家庭もようやく落ち着いた頃、長崎から呼び寄せた母の頼みでした。田舎のおばあさんだったおふくろがね、原爆の反対運動に一生懸命取り組んでいたんです。これは、なんとかせんといかんなって、私も被爆体験と向き合う覚悟を決めました。忘れるはずもない、焼け野原のおびただしい亡骸。転がった牛や馬。父の体を焼く匂い、8歳の子供が何を見たか、ありのままを伝えようと心に誓います。原爆は人間らしく生きることも死ぬことも許してくれません。核兵器を使って戦争に勝ってどうするんですか。何もなくなっちゃうでしょう。
85歳、二つの癌と戦い、人工透析に通いながら、小林さんは核兵器廃絶を訴えます。日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週は私が見た戦争というテーマでお送りしています。大野幹夫さんの夢は、戦地に赴き、お国のために命を捧げることでした。ふるさと宇都宮は、陸軍の師団が置かれ、軍都として栄えた町。出征する兵士たちを沿道で見送った熱狂と興奮は忘れられません。生まれた家は町の中心地にある洋菓子店。売り物のチョコレートやケーキは、戦況の変化に伴い、軍に納める乾パンに変わり、やがて材料が底をつきます。昭和20年7月12日、宇都宮上空に B-29 爆撃機が飛来。市街地に焼夷弾の雨が降りました。夜中に叩き起こされた大野さんは、母と兄と一緒に逃げ出します。助けられた農家で一夜を過ごし、翌朝戻ると自宅も店も焼け落ちていました。町に残り、消防活動に当たっていた父は、亡くなったと知らされます。それを聞いても悲しくはありませんでした。むしろ嬉しかった。親父は名誉の死を遂げたんだって。なのにニコニコしながら帰ってきたんですよ。親父が亡くなったのは別の人だったんです。私がっかりしました。それくらい軍国少年だったんです。600人以上の市民が犠牲になった宇都宮空襲から一月後の8月15日、日本の敗戦が国民に知らされます。最後まで神風が吹くと信じていた大野さんの心に、ぽっかりと穴が開きました。学校に行けば、変わり身の早い教師が民主主義を説き、家では父がアメリカの雑誌を売って商売の立て直しを図っています。母は戦後初の選挙に向けて女性立候補者の応援を始めました。自分も変わらなければ。複雑な気持ちを押し殺し、大野さんは勉強に励みます。個人を尊重する民主主義は、知れば知るほど共感できて、空っぽの心に染み込んできます。戦争は間違っていると確信しました。大野さんは今90歳。68歳から戦争の語り部を始め、主に小学校で活動しています。親父が生きててがっかりした気持ちをね、正直に話したら、ある児童が言ったんです。戦争は人の心まで壊すんですねって。子供が分かってくれました。今でも鮮明に覚えている出来事があります。
出征兵士を見送る群衆から一人の女性が飛び出して最後尾の若い兵士に抱きついたのです。母親らしきその女性は他の誰かに突き飛ばされます。息子とおぼしき若い兵士は振り向かず、涙をこらえるように顔を上げ行進を続けました。何が起きたのか幼い大野さんには理解できなかったものの、なぜか記憶に残り、これが平和活動の原点になりました。当たり前の感情が奪われて殺し合いが正当化される、それが戦争です。あってはいけないんです。決して押し付けず、子供たちと一緒に考えながら大野さんは反戦を訴えます。日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデンヒストリー。今週は私が見た戦争というテーマでお送りしています。堀越美恵子さんは2度大きな空襲を体験しています。昭和20年3月10日の東京大空襲と8月14日終戦前夜の熊谷空襲です。江戸川の向こうが真っ赤でね、火のついた本だとか布切れが宙を舞ってこっちまで飛んできたの。東京の下町を一晩で焼き尽くし、推定10万人の命を奪った東京大空襲。千葉県市川市に住んでいた堀越さんは土手の近くの防空壕で眠れぬ夜を過ごします。被害の深刻さが分かったのは次の日。焼け出された人たちが大勢千葉方面に歩いてきたのです。その顔は黒くすすけ、衣服はボロボロ。やけどの皮膚を垂らした人や首のない赤ん坊を背負いうつろな目で歩く母親もいます。誰も口を聞かず、裸足の足音だけがひたひたと聞こえてきました。私は子供だったからとにかく怖くてね、泣きながら家に駆け込みました。今でもあの時のひたひたって音が耳から離れないんです。深川にあった父の仕事場も消失します。植物の研究者だった父は食料増産に向け研究を進めていました。安全な場所で仕事を再開しようと一家は埼玉県熊谷市に疎開。家の前には小川が流れ、周辺のお寺には東京から集団疎開でやってきた子供たちが暮らしています。のどかな田園地帯で再び大きな空襲に遭うとは夢にも思いませんでした。8月14日深夜、爆音とともに B-29 が熊谷市内に焼夷弾を投下。美恵子、起きなさい。母の声で飛び起きた堀越さんは弟の手を掴んで田んぼの共同防空壕に逃げ込みます。ドスン、焼夷弾が地面に突き刺さる衝撃で
土の壁がゾロゾロと剥がれ落ち、生きた心地がしません。耳を塞いで震えていると、横にいたおばあさんが唱え始めました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。その声は静かに他の人たちにも広がり、焼夷弾が落ちるたびに大きくなっていきました。夜が明けて外に出てみると、方々から火の手が上がり、集団疎開の子供たちが暮らすお寺も燃えています。堀越さんは立ち尽くすだけでした。266人の命を奪った熊谷空襲。そのわずか半日後、玉音放送が流れ、戦争が終わります。戦後、堀越さんは三人の子供を育て上げ、長く住んでいる埼玉県羽生市の郷土史を研究。地域の昔話を集め、小冊子にまとめる仕事を30年以上続けてきました。その中で、自身の空襲体験も綴っています。二度も大きな空襲にあって、それでも生かされているんだから、私には戦争がどれだけ悲惨か伝える役目があります。平和であってほしいです。平和って平凡だけど、他に言葉がないもんね。堀越美恵子さん、87歳の思いです。